どうぞ。せーのでやる気か。もう1ポイント払ってくれた。今もらい払いだろ絶対。あ、まだ膨らましてる。ふーって。ねえ笑うって。え、ちょっと待って、痛い痛い。おもろすぎ。え、下手くそすぎ。え、それでも躊躇してるだけ。怖い。自分たちが怖いんじゃないのそれ。パーンでしょ、パーン。下手か。え、なんで。手切らないように気をつけてね。え、これえ、いや怖い。結構言ってみた。相手のは怖い、相手のは怖い。え、違う、多分そういうのってあのタピオカのさ蓋にさストローを刺すみたいな勢いで多分ペンってやんなきゃダメだよ。怖すぎ。あ、今弾ませてるのね。頑張る。おもろすぎやろ。え、こっち飛んできたんだけど。え？なんか楽しそうで何より。二人でやってました。なんか私さんは勝ったやってました。あ、なんか硬くない？普通の風船じゃない。ちゃんとした風船で薄いやつじゃない。結構膨らまさないと割れてくれなくて。え、びっくりした。もうなんか普通に、なんか私と泉譜がただびっくりした、ね、なんかこれやる方が怖い、やる方が怖そう、割れんのみたいな。マイナス…なんで前田香織マイナス3。トミちゃんマイナス2。笑っちゃったからね。いや多分リアクション王だったらカオリンぶっちぎりよ。いや本当だ。いや今のいいリアクションだったよね。いいリアクションだった。いつでもドッキリグランプリ待ってるんだから。ドッキリグランプリ、ね、待ってるんだから、待ってるんだから。脅かす側でもマイナスされることあるんだ。あるんだ。そっか、油断しましたわ。